はいどうも、白こりです。今回プレイするのはビルディングスハブフィーリングス2、建物の要望を聞きながら街を大きく発展させていくパズルストラテジーゲームです。物語の舞台となる鳩場、ここで彼らは都市の発展に携わってきました。しかし古い建物たちは取り壊しの危機に直面しています。主人公はハーフウェイホテル、古い建物たちを生まれ変わらせビジネスを発展発掘して配備していきましょう。建物を動かし都市成長に適した組み合わせを見つけ都市のレイアウトをカスタマイズしていくようです。それでは早速プレイしていきましょう。はい、ビルディングスハブフィーリングス2新規ゲームやっていきましょう。そこ1900年、お、グラがいい感じ。なんでこんな風になったの？安定した生活を送っていると思いたいんだ。レンガやモルタルは長持ちするけれど、私みたいなのは崩壊する運命さ。これ木造かな？なんかボロボロですね。修理費用の支払いが遅れたに違いない。ああ、そんな。すぐに帰ればよかったのかもしれない。でもそういう風に建てられたんだ。そんな風に終わりたくない。私は永遠に生きるよ。取り壊されちゃったのかな。そこ、あ、これが主人公。え、誰だか見て。あ、ちょっと待って、音がでかい。さっき音量下げたのに戻っとるやんけ。これでいくか。話せる。あれ、 E ボタン押してるんだけどな。やあ、君は旧ドック取り壊しに行ったよね。風変わりな住民、君がここにいて嬉しい。ここにいる倉庫とこの地区について話していたところなんだ。はい。何か役に立てると思うんだ。最近は低調だからね。まず概要を少し知る必要があると思う。地区概要、長押しで建物の状態の概要を表示できます。シフト、シフトを長押し。ああすごいね。私は最近回ししているんだ。ここにいる友達は生鮮物を扱っている雑貨屋。はあ、倉庫いいかな。新しいレンガを使ってこの辺りの役に立てる。だから倉庫と考えたんだけど、この辺りには新しいビルが1棟か2棟いると思うんだ。誰か新しい建物を建ててみようよ。建てられるんだ。ボタンを押して空の土地を選択し、新しい建物を建設してください。はい、新しい建物を建てる。これ、煙突でいいの？ああ、できた。私がどんなところにいると思う？あなたは誰？なんでそこにいるの？え？考えていたものと違うかも。この哀れな煙突を助けなきゃ。でかいな。なんかいろいろ言ってますね。え、ちょっと待って。煙突を、ビジネスを上げる？建物を選択して建物メニューを開きます。ここではビジネス、基礎構造やタスクを含んだ建物情報を表示することができる。
を選択して、ビジネス、ビジネス追加、はい、理念向上、開業、認証、はい、理念向上、閉じる。これで仕事が始まったんですね。これで煙突くんも落ち着いたみたいだ。ちょっと待って、あれは、あそこにあるのは工場かい？工場だった頃は楽しかったよ。今はやめて、倉庫。え？倉庫？え、なんですか？これは受け入れられない。倉庫に工場作業をやめさせるのにどれくらい時間がかかったか知っているかい？近づいてよく見れば工場の影響がわかるよ。ああ、建物がいいよ。ここでは君の建物とビジネスが周辺の建物にプラスの効果を与えているか、それともマイナスの効果を与えているのかがわかる。はい。あ、煙突にボルトを固定する？ボルト？あ、これを置く。ボルト、ちょっと待って。自分の手に負えるかどうかわからない。倉庫に工場作業を止めさせるのは、ストレスのかかる辛い体験だった。はあ。この煙突工場、理念工場が、周りに、なんか影響を与えているんだ。いまいちね、見方がまだわからないですね。で、次はこっちの人が、人っていうか建物が。あそこにある煙突には考えさせられちゃうな。ロープを見せてあげようか。倉庫ってこれでいいの？こいつ倉庫なの？まず属性を見てみよう。属性ってのはいい？私の雑貨屋が周辺の建物のために新鮮な野菜を作っているんだ。はい。新鮮な野菜の詳しいことはこれから学んでいこう。はい。R？ 詳細？新鮮な野菜が一つに、1？ 近くの建物に1個の野菜を与える。はい。わかりました。今度はアピール目標を見てみよう。いい。アピールを獲得してアップグレードするには、アピール目標を完了する必要があるんだ。ほう、なんか目標がある。はい。アピール目標。これらには周辺の建物による属性に、基づき、ビジネスにアピールを与えます。アピール目標を完了させて最高アピールを獲得すると、アップグレードできる。うん。アピールポイントかな？を獲得するのに、2人の作業員かな？が必要。はい。建物概要を表示してもっと詳しく見てみよう。ボルト。ここではどの建物が君のアピール目標に貢献しているかを見ることができる。あれは隣に住んでいる私の親友で、一人の、建物？作業員というか、隣の建物？はい。え？待って、もう一回言ってくんない？もう一人必要ってこと？今、このお友達が一人だから、隣にも欲しいってこと？近くにもう一つ建物を建てたらどうかな？そうですよね。今の流れだと。言うのを忘れていたけど、すべての建物がすべての仕事の種類に合うってわけじゃないからね。計画制限。すべての建物には計画制限カードが含まれています。同一の産業アイコンでマッチしているビジネスのみが、この建物内に建設することができます。和菓子は、
居住建物産業に含まれるよ。だから用途に合う建物が必要なんだ。はい、まあ、これを建設すればいいんですかね。できた。で、ビジネス追加しなきゃだよね。で、まがしを選んで認証でいいのかな。うん、もう一回話すと、素晴らしい。それじゃあこの地区のここで果物と野菜を増やそう。うん、彼を選択して、でアピール目標が達成できたのでアップグレード認証、これでいいんだ。はいはい、雑貨屋星2になりましたね。私のアピール目標が更新されたことがわかるよね。時にはフレンドリーな地元民のような特定の属性が必要となることもあるんだ。属性？アピール目標のために必要な属性がどこで見つけられるかわからないときはいつでも詳細で確認できるよ。詳細。あ、隣に新しく建物を建てたところが星3になるとフレンドリーな地元民が達成できるのかな。なるほど。一度や二度はバカみたいに感じたけど、うまくなり始めたんだ。ん？行き詰まったら W で建物にアドバイスを求めましょう。はあ。これは建設メニューか地区概要から行えます。そうこう、見違えたね。何も言うつもりはなかったけど、レンガが少し取ってあるよ。少し隙間を開けないかい？レンガ？瓦礫を片付ける？ここ、あ、解放できた。なんか解放できたけど、解放してっていいのか？あ、まずは瓦礫を片付けるってあれか。あれだわ。だって、瓦礫を片付けるって、これを広げるんだ。こっち側か？ああ。とか、これを、瓦礫を片付けるってこれのことか。はい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 。で、素敵。アクティビティ向けには十分なスペースだね。煙突がこの工場作業に真剣なら、倉庫と私をどかす必要がある。うん。そうなの？あれを見てよ。本当にこの工場をどかした方がいいのかな？彼らには親切にしてもらっていたからね。今度こそ正式にやってのけよう。道路だって？彼らが進んでいるところには道路はいらないよ。ちょっと待った。今のは取り消すよ。道路が本当に必要なんだ。え？煙突を移動すればいいんですね。どこに？建物の移動。新しい土地を選択することで建物を移動させることができます。うん。建物がついてくるようになったらもう一度押して設置しましょう。S で、あ、建物がついてくる。ここでいいのかい？ここでもう一回 S。ああ、移動しましたね。移動した。できたぞ。タスク完了。はい。あの小さな建物群はちょっと変じゃなかった？最初から道路の高さにあんなに近かったんだと思うよ。そこには何があるの？知らないでしょ。パイプに煙を吐き出させよう。工場はなんか周りを住みにくくしちゃうからとか、なんで移動させたのかだからいまいち分かってないんですけど、どういうことでしょうか。そうしてくれてありがとう。これは本当に倉庫向けだ。ここまで来るのに長い時間がかかった。大変だったよ。私たちは本当に頑張ったと思うよ。どんなに綺麗になったか見てよ。もっと多くのビルが建てられる。ここにあるレンガで最後だから、この地区を復興させよう。うん。もっと多くの建物とビジネスを始めるようにお願いしたよ。アピール。
建物アピールは概要モード内の建物の上部にある円に表示されています。それが高いほどいいのです。ハートのマークのやつか。今3ですね。地下の合計アピールはいつでも画面下に表示されています。はい。新鮮な塗装道路の匂い。新しい時代は新鮮な塗装通りの匂いでスタート。新しい建物を建てる。星1のバーを開く。地区のハートを12にする。はい。バーを建てればいいんだな、とりあえずな。で、ここの隣に建てた方がいいわけよ、バーをさ。バーってどれ？小さな倉庫でいいのかな？もう一個隣じゃないとな。ここに小さな倉庫を建てて、でこれを仕事ビジネスをバー、あ、できたできた、バーにすればいいんだね。認証、はいはいはい。でアップグレードができる？あ、できない。もう一つ隣に何か必要、隣に何か必要なんだけど、隣に何がいいかな。まあ後で移動できるから、とりあえず何でもいいのかな。居住建物を建てる？うん。で、この建物のビジネスは、もう一個、回しでいいか。はい。これ、アップグレードできるね。認証。うん。OK。で、この、マガシもアップグレードできるね。うん、できた。星2。OK。もう一個アップグレードできんの？あ、できたね。マガシレベル星3。はい。こちらもアップグレードできるな。はい、します。バーも星2。星3になるね。なんか建物の詳細を開いて、このアピール目標ってのを達成してアップグレードしていくと、うん、なんか上がっていくって感じですかね。ウイスキーの樽っていうのはこれなんだろうね。どうやれば達成できるかってのが書いてない。この子もアップグレードは、こっち側、左側にも、なんか必要だね。ここでマイナスになっちゃってるから、ここでもっこプラスになるような、なんか建物を建てなきゃ。この方なんだっけ？これも回しか。パイントってなんだっけ？バーか。バー。なんかパズルっぽいな。何の建物をどこに配置するかみたいな。もう一個ここに。あ、もう建てれないのか。こういった。こいつをビジネスを一旦削除して、ビジネス追加、もう一個バーを、この子をバーにして、で移動してもらう。なんかボロボロになってない？あ、煙突の近くにいるとボロボロになるとかあるのかな。修理。あ、治った。で、隣にバーを作ったことにより、これがアップグレードできると。お、地区レベルを12にできましたね。目標達成だ。で、お次は？タスク完了。はい。この場所は整備され始めている。うん。
橋の向こうにある数軒のビルも助けが必要だっていう噂がある。足場を一つか二つ私に言っても良いかも。トシと話して地区のそのあたりをアンロックするように言ったんだ。ああ、じゃあ別の場所に行ってきなってことですかね。アップグレードできる子たちをしていって OK。 じゃあ橋を渡る？橋ってこっち？あれ、これいいのかな。ああ、これで橋を渡れるようになったんですね。はいはいはい、こんにちは、こんにちは、ここだよ。うん、話すことがあると。繊維工場、見違えたね。手入れしないで走り回っている。この古い繊維工場の石炭に火をくべろ。親愛なる工場ハウス、ぜいぜい、いつだって彼らのそばにいる。ここ最近ひどく困っていたんだけれど、ここはリネノポリスだ。頑張らなきゃ。基礎構造、一部の建物には基礎構造があります。これは建物に追加の属性あるいはアピール目標を与えることができます。うん、みんなそうでしょ。ほほほほ、この子が話がある。これは軽い産業広さ。でも繊維工場が面倒見てくれるから心配ないよ。本当に？屋根を直接ここに釘で止めている家は私だけなの？繊維工場が粉々になった。やったぞ。未来についての見当違いの楽観論ばかりだ。完全な作り物だ。ここから出るのを手伝ってくれる？移動したいんですね。なるほど。ちょっと離れたいということで。もっと遠くですかね。こっちですかね。ここか。どうぞ。わお、ようやく呼吸できるよ。ありがとう。あそこがどんなだったか知らないだろう。多くの建物に囲まれてたんだ。繊維工場についていくだけだったんだ。理念工場の謎が解明されるまで長くはかからないだろう。過ごした長い時間が自分たちを滅ぼすんだ。新しい素敵な建物の一軒が上品な会計士の職について話していたのを聞いたけど、すぐに私の通りだと気づいたわ。自由になりたい。折り手でもない。噴石膏でもないんだ。経理に変身させる。経理？とりあえず、あ、ビジネスを追加。経理、事務。あ、開業します。経理。しました。どうですか。星2にしないといけないんだね。星2にするには事務用品、事務用品、うーん、まがしが必要だな。まがしが必要だな。建てる、うーん、居住建物でいいのかな。で、この建物に、まがしを仕事を割り振って、そうすると不法占拠者、これで経理がもう一ついるのかな。隣に経理が、これ建てられる建物を見せてほしいな。これでいいのかな。え、本当にビジネス経理、うん、どうぞ。経理、これでアップグレードできるようになりましたね。経理星になりました。 OK。 この建物もアップグレードできますね。うん、なりました。 OK。 で、話すことができる。素晴らしい。うん、タスク完了。だんだん分かってきたぞ。数字を算出したんだけど、全部給品員に当たるんだ。腕利きチームが必要になったね。経済をなんとか回すためにもっと多くのオフィスと大勢のお腹を満たすたくさんのカフェ、
自由に行きたい機械の産業用ビートに合わせて、おしさんバーを最高パートで開いてカフェをアンロックする。あー、建物を星最高ランクにすると新しい建物がアンロックされるんだ。バーを最高ランクに、なんかこのお方も呼んでるな。わからないな。この都市は理念で成り立っているんだ。全てがバラバラになってしまう。もしかしたら変える時期なのかな。はあ、こっちはこっちで繊維工場を星にウイスキー製造所に変身させる。はあ、そうなんだ。工場をビジネスを削除して、削除、うん、で修理、ビジネスを新しくウイスキー製造所にします。しました。でアップグレードに必要なのが雑貨屋。ここの周りの建物も削除して修理してビジネス追加、雑貨屋にしよう。雑貨屋にしました。この子はアップグレードできるみたいですね。はい、雑貨屋星に。で、他に必要なのが、理念工場かウイスキー製造所の星さんが必要と。仕事を削除して修理した。おー、この子たちは、どうしようか。一旦ほっといて。バーを星さんにするにはウイスキーの樽、これウイスキー製造所か。ってことはこのウイスキー製造所をさっさと星さんとかにしないといけないんやな。じゃあ小さな工場を建てて、この子をウイスキー製造所やってもらいます。これでアップグレードできますね。ウイスキー製造所を星2にアップグレードできた。うん、次は強いお酒バーを星3にする必要があるんだ。話せる。うん、タスク完了。バーがウイスキーの樽、あ、そっか、製造所、ウイスキー製造所を星3にしないといけないのか。あれ、星2でも OK じゃなかった？星2でも OK だよね。近くに置かないといけないのか。どういうこと？近くに置かないといけないの。で、君に来てもらえます。あ、オッケー。これでバーが星3になる。あ、なったので、カフェ開放されたのかな。ちょっと大きめの建物じゃないとできないってことかな。小さな倉庫を作って、この建物にビジネス、あ、カフェできるわ。できたわ。カフェ開きます。開きました。カフェ開いたよ。星にカフェにしなきゃいけないのか。公務員。公務員とは？経理。あ、じゃ、経理の隣に行かなきゃいけないんですね。じゃあ移動しましょう。経理は向こうです。ここに置いて、あ、これでアップグレードできる。オッケー、カフェ星2。うん、できた。なるほどね、やっと理解できてきたよ。
こら辺もアップグレードできますね。お、経理星3。オッケー。うん。一押し。はーい。あれ星にカフェ開いたよね。星にカフェを開く。あ、二つってこと？二つか。このバツマークは今、工事中みたいな感じかな。この経理系の建物をこっちに移動して、その隣にバーを、もうバー建てとくか。バーじゃなくて、あ、小さな倉庫建てれないんだけど。放送オフィスで、あ、カフェ開けますね。これカフェにしちゃおう。はい。ここに入ってもらって、君も、まとなりじゃないと、いや、まとなりだよな。あれ？なんで？なんでクローズドになってんの？倒産？なんで？え？なんで倒産したの？倒産？倒産の説明あった？なんで倒産したん？とりあえずアップグレードして、うん、アップグレードして、ここのカフェも星に、これで星にカフェが2つで達成できましたね。で、星3のビジネス。これアップグレードできる。経理星3できた。はい。これで達成したかな？うん。3つのビジネスを開かなきゃいけなかったんですね。なんか話すことがある。最高。うん。はい、タスク完了。繊維工場。繊維工場が樽になったってどういう意味？そうはならない。あの素敵な建物の一件が何かの契約法について話しているのを耳にした。はあ。星さん経理を最高で開く。給品員を星に弁護士に返信させる。なるほど。ビジネスを削除すると修理が必要になります。はい。これにより建物に対して不要な効果または属性が与えられていることがあります。修理費用を払ってこれらを建物から取り除きましょう。3枚の修理カードが与えられるとあなたの建物が解体され始めてしまいます。タイマーが完了するとそれ以上建物を使用することができなく、あ、これが倒産？さっきの倒産ってこと？あー、そうなんだ。じゃあ結構見て回らなきゃいけないのかな。はい、それではここで今回は終わりにしようと思います。建物ごとに、まあ、条件を達成するとアップグレードすることができて、でどんどんアップグレードしていくと土地全体のこのハートマークの数字が上がっていく。で、まあ、タスクをクエストをクリアしながらどんどん上げていくって感じなんですかね。で、建物のアップグレードをするために隣にどの種類の建物がなきゃいけないっていうのがあるんですよね。このカフェだったら、まあ、隣周辺に経理の建物のレベル2か3が必要だとか、でこの条件を達成してないと最終的には建物がダメになってしまうとか、そういう条件がありますね。なんかパズルっぽいような感じかな。ストラテジーって言えるんですかね。はい、そんな感じのゲームです。気になってくださった方は動画概要欄にストアページなど貼っておりますのでチェックしてみてください。見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画または ライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。